はい、どうも、どうも皆さんこんばんは、こんにちは、永田と申します。今日はですね、音楽解説と久々にやっていこうかなというふうに思います。前回というか、まあ、1、2年前にですね、楽曲解説みたいな動画を出したと思うんですけども、1回目が However とヒット曲の解説ということでね、確か動画を上げたと思います。で、2回目がですね、ラルク・アンシェールのハイドさんの歌い方講座みたいなものをね、まあ、ちょっと遊びでやったんですけども、今回はもう第3回目ということで、第3回永田音楽塾とでも、つけましょうか、そういったタイトルでですね、今回もちょっと楽曲解説というか、今日はまああの90年代のね、曲を用いて、ある一つのテーマに沿って説明をしていきたいなと思います。なので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。私今日は、ピシッと、今までこの過去2回はね、なんか家の暗いところでやってたんですけども、今回ピシッとした格好で皆さんに、教えていきたいなと。分かりやすくね、なるべく専門用語は使わずにやっていきたいなと思うんですけども、で、今日のテーマはですね、ズバリ転調です。転調って何と、そういうことでございます。転調というテーマについて説明をしていきたいなというふうに思います。で、これ私のチャンネルはですね、私というか、まあ、あのハードオフの方のチャンネルとかですね、この永田ムービーというチャンネルの、まあ、いつもカバーをさせていただいている曲はですね、主に90年代後半の、まあ、J-POP が、ほとんどでございます。で、加えてこの、まあ、ハードオフチャンネルの方とか私の方、こう永田ムービーのチャンネルもそうなんですけども、視聴者さんの、まあそうですね、半数以上が35歳からまあ45歳が確かもうほぼほぼ半分を占めてるんですね。なので、まあやっぱりその辺の曲をちょっと取り上げながら、あの解説をしていきたいなと思います。で、今回なんで私がですね、転調をテーマにしたかというと、まあ、まずですね、僕個人的に転調っていうのが結構好きな方なんですね。90年代っていうキーワードで見た時に、転調の曲がね、結構多かったと思うんですね。これ多分その時代の流行りだったと思うんですよ。結構多かったなと。なので、まあ取り上げやすいっていうのもありますし、まあ、ちょっとね、あのいろんなアーティストの曲をちょっと一個一個ピックアップしていきながらね、解説をしていきたいなというふうに思います。で、まず説明しますね。転調とは何かと。転調っていうのは要するに曲の雰囲気をちょっとガラッと変えてしまうということでございます。キーを変えるという、よくあのカラオケで皆さんこう歌うでしょ。で、あのカラオケにほら、あのプラスとかマイナスとか、マイナス4とかプラス2とか、原曲キーがこれとかあるじゃないですか。それです。要するにキーを変えるということで、キーを変えるとどういうことが起きるかっていうと、曲の雰囲気がガラッと変わるんですね。なんかちょっと、あ、切なくなったとか、あ、なんかすごいいい今のとか使うことによって、あのそういう効果が生まれます。で、やっぱ耳に残るし、あのやっぱりね、あのなんで転調とかってしてか、そもそもなんでそういう曲に変化をつけるかっていうと、やっぱ飽きちゃうんですよ。何の変哲もない曲をずっと来てると、ずっと聴いてると、やっぱ最後まではどうしても聴けない。映画とかもそうでしょ。映画でも本でも多分アートでも何でもそうだと思うんですけど、起承転結が大事でございます。起承転結ね。例えばさ、映画館行くじゃん。映画館行ってさ、なんかこう予告がバーって始まるじゃん。ああ楽しみだなとね。で、本編始まりました。暗くなって、こう東映東宝バーンバッシャーンとか始まるじゃん。まあそれがラブなんかこうラブコメディみたいな、まあそういう映画だったとしましょうや。映画が始まりました。本編始まりました。男女2人並んでます。テーブル向かい合ってあーんとかしてるわけ。こうあーんあーん、おいついちゃったよ、おいやめろよみたいな感じで始まるわけですよ。で、あーなんか微笑ましいなみたいに最初見てるでしょ。で、これが30分ぐらい経ってるでしょ。30分後もまだあーん、おいやめろよとか言ってたら、いやお前がやめろよってなりますよね。そろそろ次の展開行けと。まあそういうふうにですね、やっぱり同じことをずっと繰り返し見てるっていうのは、こう見てる側もどうしても苦痛であると。なので変化をつけていくんですね。しかもそもそも変化のないストーリーとか物語に人は興味はないです。最後まで見れません。なのでやっぱりこう出会って、なんか喧嘩したりして、でなんかこう出来事が起こって、最後は結ばれるみたいな、こうやっぱこの起伏がね、どうしてもあの必要になってくると思うので、それが人の心、耳、目、すべて、鼻、ちょっと分かんないですけども、あの引きつけると要素になってると思うんですよね。だからそう、30分経ってまだあーんあーおーやめろよとかしてる、さすがにね、僕も寝ちゃうと思うんですよ。ね、もう寝ちゃうと。で、また1時間後にパッて目覚めて、まだこうあーんおーお前何個つけんだよみたいなことまだやってたら、ちょっとぶん殴りたくなってくるというかね、まあ、そういう気持ちにさえなります。もう僕多分映画館出ていっちゃうと思います。ちょっと俺終わるまで外の空気吸ってくるわじゃあなとか言って、こう多分出ていっちゃうと思うんですよ。
ね、でそれで2時間経つか経つないかぐらいでまた映画館戻ってきました。もうそしたらさ、またまだあーんとかやってるわけで、も彼氏なんか顔面パイまみれなわけ、パイかクリームか分かんないけど、もうやばーとか言ってたら、なんだこの映画はと、もう見てらんないよっていう風になるわけですよね。なのでそういう変化をつけ、まあ、これ今すごい極端な例で言ってますけども、まあ、なのでこういう変化をつけていくと、そういう時そのために曲の中でも A メロ B メロサビとか C メロとか、まあ、イントロアウトロがあるわけですよね。そうやってこうたった4、5分の中でもこう変化をつけていくと、それで人々の耳を心を魅了するわけですよね。そういった時に転調というのがよく使われます。よくでもないですけど、例えばグレーさんの曲でいくつかピックアップしてみましょうね。そうですね、例えばなんだろうな、グレーさんはね、割と転調はその中でもやっぱ多い方だと思うんですよ。だから僕個人的にもすごい好きなコード進行っていうのは結構あるんですけども、例えば何でしょうね。そうですね、じゃあ例えば唇とか、唇って96年ですかね、確か発売された曲がありますよ、あの唇に奪われたってやつね。この曲なんかも結構分かりやすく転調が使われてまして、 A メロとかこんな、まあ基本的にはあれは何だろうな、 C マイナーかな、気づけば迷うなってこう始まるわけです。 B メロはこういうコード進行で、ダラララララダラララララ、これは普通でしょ。こっからでしょ、最後のサビ前、ここもまだ悩ませる、惑わせる、壊してく、時代が味方した、ここね、ここ分かります？この G から、うわ壊してく、時代が味方した、この G から E マイナーに行ってしまうと、ここで K が変わってるわけですよ。もともと C マイナー基調とした曲だったのが E マイナーを基調とした曲に変わってしまうと、ここがすごいかっこいいですよね。やっぱり僕昔ね、あの唇を知った時っていうのは、昔カウントダウン TV っていうのがあって、よくほらランキングとかやってたでしょ、トップ100とかトップ50とか、その中でちらっと流れた、それがねまさに今の部分から流れてて、なんか、なんかかっこいい曲だなと思ったら、そしたらなんかサビで急にさ転調するわけ、壊してく、時代が味方した、これなんかさやっぱちょっとガラッと雰囲気変わった感じあるでしょ。これ結構かっこいいなと思って好きになったです。これは転調である例です。あとはそうですね、グレーさんで言うと何でしょうね、フリーズマイラブとか、フリーズマイラブ分かりますか、結構前の曲ですけど、こういうやつ、こういうやつ、あれは最初はG シャープマイナーですね、基本これの繰り返し、最初はサビまではね、でサビで変わります。わかります？今もう一回やりますよ、サビ前からやりますね。サビいきます。ここサビですね、キーが変わってます、これが転調。 G シャープマイナーから B マイナーに変わってます。でまた戻るの、わかります？ちょっと説明していきましょうか。まず最初はね、G シャープマイナーという、コードを基本にキーとして進んでいきます。壊れるほどだなだな、でサビ前でこの F シャープマイナーから、普通は J シャープマイナーに戻るんだけれども、こっから B マイナーに変わると、サビでね、 B マイナーを基準とした曲、キーとした曲に変わってしまうんです。ここはまたなんかちょっとかっこいい感じです。これいかにもこうグレーサウンドというか、もう王道な、運びなんですけれども、もう一回いきますよ。こうなるわけです。かっこいいですね、この
この流れが僕結構好きで、でサビ終わってまたあの演奏部になるとまた G シャープマイナーにちゃんと戻ると、そこでもねちょっと雰囲気がやっぱこう聞こえ方が変わるんですね。いきますよ。これですね、フリーズマイラブもこういった転調が使われていると。あともう一個ね、やっぱり僕グレーさんでぜひとも転調に置いてあげておきたいのはここではないどこかへという曲です。これ99年ですかねに発売、サバイバルの後に発売された曲ですけど、これねキーがねもうコロッコロ変わるんですよ。変わっていながらもなんかあんまり変わっているように聞こえない、またこれ不思議な曲というかね、弾いてて楽しい曲です。で歌っててもそんなに違和感なくあの歌えると。ピッキングハーモニクスから始まります。これ今 A というコードを押さえてます。 A、 ここではないどこかが基本 A なんですね。ここ A です。ちなみにあの曲のキーっていうのは一番そのコードがなんかこう落ち着くようなコードっていうのが基本キーっていう風に言われています。基本 A で運んでいくよ、ずっと。ここも A です。信じてた頃このままあの進むわけです。で B メロになって、 B メロでねちょっと転調が入るんですね。まだ A シャープ A メジャーのままなんですけど、 B メロでちょっと変わってきます。ここはまだ普通です。ここでね、なんか B マイナーに変わるんですよね。この D の次、次 E マイナー、次 F シャープ、B マイナー、B、G とこうね。ここになったらね、もうなんか D メジャーのキーに変わってるんですよね。ここはね、結構コロコロコロって変わってきて。ここはもう D メジャーに変わってます。でサビで A に戻ります。これ A、 サビでまた A に戻るんですよ。 D から時代の息吹にこういきますよね。 D で D を挟んでここではないA に戻るんですよ。A に戻る、 A が一番落ち着くコードっていうんですか、なんて言ったらいいか分かんないですけどね、まあ、A に戻るわけでしょ。で次でこのラストサビ前のこの B メロがあります。ここから D に、 G からの A からの、はい、DAB マイナー A から B フラットね。と一緒ね、 E が始まってまた A に戻るのかと思ったらここではない、今度 C に行っちゃうわけですよ。最後はまた上がると、また上がると、これ結構ね何回も上がるんですよ。さっきはね E の後 A に戻ったわけ、ちゃんとここではないってこう A に戻るんですけど、ラストサビはねさらに C に上がります。どうせ A に戻るんでしょって思ってたらばここではないってこう C になると。ここではないどこかね、めちゃめちゃねこういった風にねキーがコロコロ変わってる印象ですね。ねえ、じゃあ次ですよ。次はじゃあラルク・アンシエルさんいきましょうか。ラルクさんですよ。ラルク・アンシエルさんはまたこれね、あんまり僕転調を多用しないイメージがあってですね、なんかこうだからこの特にね転調を多用してた時代っていうのがやっぱ90年代後半なんで、
そんな中でもそんなにね数は多くなかったと思うんですよ、ラルクさんの曲は、ね、転調っていうのはね。だから逆にその今聴くとあのやたらめったら転調してる曲っていうのはなんかちょっと古い曲だな、古臭い曲だなとかいうイメージが出たりするんですけど、ラルクさんの場合あんまりそれを多用しなかったので、あとねアレンジもやっぱフレーズも結構生かしたのが多かったので、今聴いても全く古く感じないというかね、そういった特徴がありますけど、そんな中でもラルクさんはやっぱりこれね転調が使われてたのはやっぱり98年あたりですよね。99年かな、ヘブンズドライブ、ヘブンズドライブという曲がありましたね。これね基本 D マイナーで曲が進んでいきます。これ D マイナーね、これです。 D マイナーで進んでいく、飽き足りないんだね、こういう風に D マイナーで進んでいくんですけど、サビになるとなんだろうな、あれは C シャープ、違う D シャープマイナーになるのかな、サビになる。だけどやっぱサビになるとちょっとこう気持ちいい感じで転調ガラッと雰囲気が変わるんですよ。こういう風に、ね、変わったでしょ雰囲気がね。僕このヘブンズライブの、ね、転調は結構好きなんですよ。もう全部好きなんですけど、ね、変わってるでしょ。でサビ終わったらまたちゃんと D マイナーに戻ると、その箱の上に乗って、ちゃんと D マイナーに戻ると。でその後ですかね、ラレックさんで言うとまたピーシーズかな、あの曲もそうですよ。あの曲も分かりやすいです。あれはあれ基本 A ですね、こうピーシーズ、この曲はね基本 A で始まります。いいね、このアルペジオ。つまずいても真実をってね、こう基本 A で進んでいくんですよ。で B メロ、ね、遠い日にちょっと歌詞覚えてないけど、でこの曲はサビに行くとなんていうのかな、C になるのかな、あれは、まあ、コードとしては次 F からサビが始まるんですけど、あの普通は A だったら D に行くところが F になってキーが C の曲になって、ちょっと何言ってるか分かんないですよ。もうあんまキーこの辺気にせんでいいから、この辺気にしないで、とりあえず、サビ前とその他ではキーが変わっているということです。だからちょっとなんか切ない雰囲気になります。いきますよ。サビ、分かった？目を凝らしてさ、ここね F に行くことによってまたなんかちょっとふわ、あの PV もそんな感じよね、なんかふわ。PV なんかこうやたらナイフをさみんなでこう回しててさ、なんか最後グサーって刺されるみたいな、なんかそんな PV でしたけども、これもねサビになってから急に F っていう、まあ A ではでなかなか出てこないコードが使われて、 F、G、C というよくね、まあ入門者の方は結構 C のキーが C の曲から始めることが多いですけど、まあそのキーに使われてるコードが使われるようになった、サビになってね、ここから E からのF、G、E、花が生まれてってこう、ここで C っていうか、まあこれなんていうのかな、まあまあキーが変わってるわけです。で、ソロになったらまた A に戻ると。ね、やっぱね転調してキーが変わるっていうのはなんか心地いいんですよ。なんかあ変わったなってこう分かりやすいというかね。P シリーズだから P シリーズも転調が使われてる。あとは何でしょうね。まあ
例えば、まあ、これ90年代じゃないと思うけども2000年かな、2000年になってからと思いますけど、サウダージとか分かりやすいですね。サウダージ、ポルノグラフィティさんのサウダージ、あれはあれ キーちょっと分かんない、 E マイナーかな多分。私は私と、こう E マイナーの曲、キーちょっとキー合ってるか分かんないけど、まあ E マイナーだとして進めますね。これはどこで転調が使われているかというと、最後のサビのところです。最後のサビ、割とそのキーのままずっと進んでいくんですよ曲は。ただ最後で半音かな、半音上がってまたちょっと雰囲気がガラッと変わった雰囲気になる。多分聞いたら分かる。いきますよ。あなたのそばでは、こうキー変わったでしょ。これ分かりやすいですよね。これは半音を上げてるんですけども、まあ、こういうふうにですね、転調っていうのはすごく曲の雰囲気をガラッと変わってしまうと、変えてしまうと。でそれが僕は結構好きなんですよね。あとは何でしょうね、まあ、だからその辺の年代は多分転調が結構流行ってたと思うんですよ。結構多かったと思います。他にもいっぱいあると思います。あれもそうだ、あのミスター・チルドレン、終わりなき旅です。僕大好きな曲、終わりなき旅。まあ、あの曲はねもうね、歌詞もいいしね、なんか歌詞とコード進行とキーがもうそれぞれリンクしていって、こう後半にかけてぐわーっとこう上がっていくような印象ですよね。あれね、最初はイントロは F シャープです。 F シャープでひたすらストロークします。ここはもうひたすらもうこんな感じでストローク。最初 F シャープでずっと F シャープのキーで進んでたんだけれども、A メロの最初が E、 A メロからキーが E になるんですよ。こういう風に変わるわけですね。わかるかな。でも雰囲気変わるでしょ。でこう言ってて、C シャープ行ってからまた B7 かな、B7 を使ってちゃんと E につなげると、息を切らしてさ、これ珍しいですね。キーが下がるっていうね、 F シャープの方が高いんですよ。 F シャープから E に戻るわけだから、キー自体は下がるんですけども、なんかそれをね、この B7 を使って非常に自然な流れにしていると。息を切らしてさ、こう E に分ける、 E に行くわけですよね。でこう曲が進んでいきます。 B メロも E のまま、また答えて、ここから C に行きます。閉ざされたドアの向こうに、こうサビになると C になるんですよ。最初 F シャープで始まりました。で A メロ B メロは E になりました。キーがねE になります。でサビになると C に行くわけですよ。また下がる、下がるというか、まあキーとしてはね、 CDEF ってなることにキーとしては高くなっていくんですよ。で CDEF なんだけども、最初 F シャープから始まって、その後 E に戻ってサビは C という、このなかなか珍しい、キーの変わり方ですけど、でもまあメロディーはねちゃんとつながってるといい感じで、でサビは C です。でこれね、でまた2番のサビで C に行くでしょ。
ってサビに行くでしょ、サビ C になったサビが2番終わって今度 C メロっていうところに行くんですけど、ここでまた転調が使われてます。G からC マイナーに行くんですよ。でちょっとなんかあれあれ歌詞が確か時代は混乱し時代は混乱しってこうだから混乱し始めるわけですよ。コード進行もなんかそんな感じの雰囲気が出ます。認めちゃいないさ時代は混乱し続けその代償を探す、こう C マイナーに今度キーが変わります。転調使われてますね。やっぱり90年代はやっぱ転調がメインなんかテーマだったんじゃないでしょうか。で誰の真似すんな。で C シャープ C マイナーのキーになってギターソロ入ると今度は F に変わるわけです。これがいきますよ。誰の真似もすんなでしょ。でレシピなんてないないさ。もう F だよ。ここ F になっちゃってるよ。変わってまた息を切らしてさってこうまた E に戻ると。すごいよね。サビが C になって今度 C メロが、C マイナーになったと思ったら今度はギターソロで F でうまいことまた E につなげると。息を切らしてさで E に変わるでしょ。でこう振り返りはしないのさ。でサビ行くんだけど今度サビはね C に行くかと思ったら D で始まります。ダラダラダラ閉ざされた窓の向こうに D にキーが変わります。最初1番2番は C だったんだけども最後のサビは D に変わります。もうこの辺って歌詞もいいわけよ。またでだんだんこう登っていく感じでさなんかこう気持ちもだんだんこう込み上げてくる感じでさでD のままサビ終わんなかと思ったら最後にもう一回また E に上がるんですよ。これで辻褄合いましたね。なんでこう A メロが E で始まったのかと。 E で始まっていろいろあったけども結局 E で終わるんですね。これがなかなかセンスがいいですよね。素晴らしいはずの自分を探して胸に抱え込んだ迷いがこう E に変わるんですよ。もうこの辺とかさもう歌詞もいい感じですしキーもどんどん上がっていっても感情がぶわー込み上げてくるわけ。終わりなき旅のいいところまさにここですよ。もうキーがどん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 上がっていくと本当にこう終わりねえなーみたいな感じの曲で僕大好きなんですけども、まあ、こういう風に転調が使われているというわけであります。まあ、ここまであのバンドの曲をあの例にちょっと何曲か挙げさせていただいたんですけどもやっぱりねとは言ってもやっぱ90年代 J-POP で転調ってこの3つのキーワードをあの考えるとやっぱ最もこれを使っていた人物が一人いるわけです。90年代誰でしょう。誰か分かりますか。転調90年代 J-POP ね、もうこの人はね本当に転調を多分一番多用してたんじゃないかなっていう人が一人だけいるんですよ。はい皆さん考えてください。チッ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 、さあ皆さん考えてください。誰でしょう。転調を多用していた音楽家が一人います。もう僕これがこの人がね一番転調を使ってたんじゃないかなっていう気がおそらくしてるんですけどもね。誰でしょう皆さん分かりました。そろそろ答え言いましょうか。はい、さあ90年代最も転調を多用していた音楽家アーティストズバリそれは小室哲哉さんです。小室哲哉さんです皆さん。 TK 小室哲哉。小室哲哉さんはねもうやっぱり90年代前半からまあ中盤にかけてですか一番最もこうね J-POP にこう貢献したあのプロデューサーの一人ですけども、まあ、自身もアーティストであってね多分 TM ネットワークの時の曲も何曲か聴きましたけどもまあその時からやっぱ転調が好きだったんだろうなというふうには感じました。で特にこの90年代入ってからバンバンヒット曲出してましたけども、まあ、でもほぼほぼ転調してんじゃないかっていうぐらいにねもう転調ってある意味そのちょっとした隠し味というかあの、まあ、そんなに頻繁にね使うものではないみたいな使いすぎると
ちょっとあれだよねっていうところも逆にもフルで振り切って使いまくってたんです。逆に小室哲哉さんは、もうで僕何曲か多分多いよなと思ってこれ撮る前に聞いてみたんですけど、やっぱりねもうほぼほぼ転調してますね小室哲哉さんの曲は。逆に今この令和の時代であんまり転調してるとかキーが変わってる曲っていうのはあんまり見ないですね。ちょっと前だリサさんのホムラって炎じゃなくてホムラかな、あれなんかキーがサビで変わってますけど、やっぱ結構あからさまにこう分かりやすくどん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 キーを変えてったっていうのは小室哲哉さんしかいないと思います。あとはまあ朝倉大輔さんとかね、朝倉大輔さん TM レボリューションのやっぱね、小室さん以上の人いないんじゃないかと。彼もね当時ね結構批判されたらしいですよ、やっぱ出てきた時は。女バン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 キー変えやがってみたいな、なんだこの音楽はみたいな、結構なんかこう批判されたりした声もあったらしいんですけど、僕はねやっぱそれは結構好きでしたね。グローブなんかもそうですし、あとは Can You Celebrate もそうですよね。多分 F シャープかな、あれ最初Can You Celebrate Can You Kiss Me Tonight、 こう多分 F シャープのキーで始まると思うんですよね。トロになったらなんか確かガラッと雰囲気変わりますね。あれは何のキーなんだろう。あ、多分このまんま F シャープマイナーになります。多分イントロからサビにかけてはこの F シャープがこう基本になっていくんじゃないですかね。長く長く。長田歌ってる、長田歌ってる、歌ってる、知ってで、いいからの F シャープに戻る。どうかだ怖かった、でもこれ最後の方にかけてもこの曲はまたキーが変わりますし、で僕今回ね懐かしいなと思って小室哲哉さんの曲ってどんな曲があったかなっていろいろこう調べてたんですね。一個懐かしいっていうのがあって、それがですね鈴木亜美さんですね。鈴木亜美さんですよ。当時僕めちゃめちゃ聴いてて、あれはねもうめちゃめちゃ特にベストアルバムをねすごい聴いてたんですよ。ファン・フォー・ファンっていう当時ベストアルバムが出ましてですね、あれはいろいろなんかこう大人の事情でねこう急遽出されたようなアルバムだったらしいんですけども、あの曲がちょっと携帯で調べてて、あ懐かしいこれと思って、この曲何曲入ってんだろうってこう調べたら、確か14曲かな、14曲入ってて、で僕全部思い出したんですよ、まあ、ほぼほぼ覚えてましたけども、まあ、ちょっと記憶が怪しい曲はもう一回 YouTube で聞き直したりしてね、これ14曲中何曲転調が使われてるのかと思って、何曲だったと思います、何割だったと思います。14曲あってアルバムのね、鈴木亜美さんのファン・フォー・ファンっていう、まあ、ベストアルバムですよ、シングルベストですよね。これが14曲入ってて14曲中12曲転調してるんですよこれもやりすぎじゃねっていうぐらいに、もうねめちゃめちゃそんな普通転調するっけみたいな感じなんですけど、14曲中ねなんと12曲も転調が使われていると。これ見てやっぱり小室哲哉さんだなと、やっぱ TK だなと改めて思いました。例えば1曲目のラブアイランドラブザラブアイランドってあったね、ラブアイランド過ぎてゆくってやつあれはキー変わってないよなとか思ってよくよく思い出してたらね、なんかね、どっかで変わってんすよね。ララ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 ラで、ここでキーが変わるわけ。アロンインマイルーム、楽しいかもね、そういうラララってやつ、キーが変わるんですよね。でこう E から F シャープマイナーに変わると。
次オールナイトロングさん、 I need your love I need your love I need your love All night long La 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 これもキーが変わってますよね。次ホワイトキーですよ。懐かしいですね。こうというわけで、まず鈴木亜美さんのこのファンフォーファンという曲で、なんと14曲中12曲も転調が使われているということでは、やっぱり TK 小室哲哉さんはもう転調といえば小室哲哉さんだなというふうに今回改めて思いました。まあというわけでですね、今回転調ということをテーマに話していきましたけども、なんでかっていうと僕自身がね結構好きだったりもするので、だからこう90年代の曲に惹かれるのかなと今回整理してて改めて思いました。まあというわけでね、ぜひとも皆さんもこの転調ということで、なんかちょっと雰囲気変わったなっていう思ったら、ぜひともこう調べてみてください。ここではあキーが変わってるわと、なかなかこうだから私のこんなに心の中に残るのかと、ね、気づくこともあるかもしれません。はい、というわけで今回はですね、第3回ということで久々にやりましたけれども、今回は転調ということをテーマにお話をさせていただきました。まあ、今回の講義がね、またちょっとこの講義を受けてみたいなという方は、ぜひぜひともチャンネル登録をねしていただきまして、ついでにこういいねボタンとコメントをぜひともよろしくお願いします。あとはもうこういうのを聞きたいとか、なんか永田にこういうこと聞いてみたいとか、永田から聞きたいとか、永田からこれについて教わりたいとか、永田はこれどう思ってんのとか、そういうことがあったらぜひともコメント欄に書いてください。ちょっと参考にね、僕もなんかネタを探してるところであるので、まあ、僕はあんまりその専門的なねことはもう前も言いましたけどできませんから、僕はもう僕が好きなものをただただ語るっていうことしかできないですけども、まあ、なるべくねこう分かりやすいようにお伝えできたらいいかなと思いますので、ぜひともコメントの方よろしくお願いいたします。はい、では今日はこれにて、講義終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございました。